あ、ありがとうございます。お座りください。お座りください。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、どうぞお座りください。あ、すいません、お座りください。はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。お座りください。すいません、本日はですね、はい、エイト氏の香水、はい、こちらの唯一の疑問点についてお話していきたいと思います。それをプレゼンテーションするってこと？ありました。はい、え、ありました。ありました、はい、唯一の疑問点が、はい、福来たるの敦也とチャラです。はい、よろしくお願いいたします。はい、まず私たちはですね、はい、こちらをご覧ください。はい、うん、エイト氏のプロフィール、はい、こちらについて、はい、すいません、別にいらんけど、まず本名はですね、はい、高橋エイトですね。はい、愛称はエイトで活動されて、はい、珍しい名前ね。で、はい、生年月日はですね、うん、エイトちゃうやないの。ああクリス松村、はい、いや、そうそうそう、この黒いやつ遅いって。1998年生まれ。早生まれかも。年齢で言えば、22歳、2020年5月生まれかどうか。今はですね、もう22歳、これ我々と同い年なんですね。えげつない差やね、な、底辺とてっぺんよ。これ出身地はね、神奈川県の横浜市なんですよ。これまたいい街で興味深くない、はい、何が興味深そうに言ってる。次はですね、エイト氏の香水、はい、こちらのサビちょっとご覧ください。はい、はい、こちらですね、うん、もう馴染みのある方は結構いらっしゃるんじゃないですか。俺しかおれへんで、警察さやめろ。はい、こちらの香水のサビをですね、はい、ちょっと実際に聞いていただきましょう。はい、はい、いいんですか。こちらですね、TikTok もすごいよね。どうぞ。ナオトインティライミとかも歌ってたよ。静かにしてるんですか。何や、別に君お前が歌うんかよ。おい、なんでお前が歌うねん。すいません、なんですか。いや、エイトが歌うやつ聞きたいわ。あ、すいませんね、あの、お静かに願います。あの、他の講義の邪魔になります。他の講義の邪魔。はい、お客様、誰が講義してるの。お客様見られてると思うんで。誰もおらんて。お静かに願います。すいません、お静かに願いますってやめろそれ。すいません、エイトさん。あ、すいません。エイトちゃうよ、チャナやん、そいつ。さっき自分でチャナですって言っとって。聞きたないな。別に君を求めてないけど横にいやいやいや、なぞらんでよ、文字別にわかるから、それぐらい。君のドルチェ&ガバナのその香水。気色悪い、気色悪いなあいつ。ありがとうございます。本物のエイトやと思ってるやん、自分のこと。こちらのね、河川ついた箇所、ちょっとご覧ください。はい、うん、その香水の精だよ。ね、いい歌詞ですよね。ここをですね、うん、我々は重点的に見てみました、うんうん、はい、はい、本日の議題はこちら。どん、本当にドルチェ&ガバーナのせいなのか。めちゃくちゃ頭悪いやん、アホやん。これ気になりますよね。こんなアホみたいなプレゼンテーション今からしようとしてるの。本当にドルチェ&ガバーナのせいなのか。分かってんねん、それ聞いた上でアホみたいなプレゼンテーション言ってんすよね。もうないお静かに願います、まあまあ、すいません。俺がおらん時にやってくれた。すいません、講義中なんで。はい、あの、本日お越しいただいて誠にありがとうございます。ありがとうございます。今から何するって。本当にドルチェ&ガッバーナのせいなのか。頭悪いやん。お静かに願います。誰が興味やろ。すいません、エイトがそうやって言ってて。すいません、もう続けますね。お静かに願います。静粛にください。静粛にくださいってね。まずはですね、このこちらの折れ線グラフをご覧ください。はい。おっと。これですね、まず君の、ここに君のってありますね。ありますね。この君のの値がまず10なんですよ。はい。君のの値って何？この、なぜこの10になるかと言いますと、うん、君のドルチェ&ガッパーナのその香水のせいだよ。なんちゅう折線グラフ作ってるん。なるほど、音階を折線グラフで表した。面白いですよね。おもろない、おもろないって。これも最新技術で、はい、もう折線グラフを作ったわけですよ。これがその疑問点の解決にはならんて。はい、びっくりしました。我々何が分かったのそれで。感動だ。はい、我々はですね、うん、自らの足で、はい、街頭アンケートを行ってきました。街頭アンケートしたん、はい、何を聞いた。街行く人々にですね、はい、ドルチェ&ガッバーナのせいですか、
顔聞きましたそう真面目な顔でめちゃくちゃ気持ち悪いで100人にアンケートを取ったところ、はい、こちらの円グラフご覧ください。どうぞ。はい、はい、89 はいって答えた人がおんの。そうですよ。ドルチェ&ガッバーナのせいですかって聞いて、はい、はいって答えました。これこちらですね、見てください、この数値、まあ、89.9%。 これ脅威の数値が出たんですよ。いやもう脅威よ、約ある意味90%ですよ。怖い、すごいですね。 89.9 ってないやん、はい、これいい映画ですね、はい、7.1%。 これ少なからずやっぱおられるみたいですね。いい映画、はい、うん、何や少なからず。でもその他が 3%。 その他はもっとないやねん。はい、もないやねんやけど、はい、先ほどのいいえと答えた 7.1%。 逆に気になるわ、反対意見が。反対意見、はい、うん、これ集めてきました。はい、どうぞ、どうぞ。香水のせいにするのはかわいそう。聞いたことないやろ、香水を。エイトの香水聞いたことないから、わけわからんこと言ってるやん。東京都の29歳女性がおっしゃってました、うん、その他にもですね、こちら、はよ復縁したらええねん。お前は聞いた上で聞けてないな。これ大阪府の22歳女性、はい、香水は復縁したいけどできひんっていうわびさびの歌やん。これ我々と同い年の女性で、同じ目線に立ったらもうこんな感じだと。珍しいね、22歳が香水理解できてへんの。そんだ香水つけ、おなごが悪か。どこまで行ってんねん、街頭アンケート。これと、これ鹿児島県の、鹿児島のだいぶ田舎の方まで行ってるやろ。結構年配の方で、うん、上からの目線で。エイトの76歳、はい、知らんて。76歳がエイトの香水を。で、めちゃくちゃ兼ねてる。あ、これは僕ですね。お前の何の意見やねんそれ。いろんな意見あるな、はい、いろんな意見あるな、ちゃうねん。はい、うん、ありがとうございます。この反対意見がありましたが、しかし、うん、しかしですよ、うん、あと、何や今のそれと。もう気持ち悪い人だったぞ今。ここでですね、某大学の某教授にお越しくださいました。どうぞ。あれですか。お前某教授なね。もう分かったでしょ、ドルガバの匂いがここまで来ちゃったんだよね。やばいよね、やばいでしょ、やばいでしょ、やばいよ、やばいよ、ね、やばいで。もうあの幸せな頃はドルガバの匂いで溢れちゃってんだから。てか、もうドルガバの箱開けちゃったんだよね。バンドラみたいに言わない。やばいでしょ。お前だけはほんまいろいろ謝れよ、この動画に関して。あ、すいません、お静かに願います。あの、他のお客様に迷惑になりますんで。誰もおらんってさ。やばいから。本日お越しいただいて誠にありがとうございます。今言うことちゃうやろ、それ。ありがとうございます。ありがとうございます。お前、関さんなめんねん。関さんおっしゃってた通り、関さんではないやろ。結果、ドルチェ&ガッバーナのせいっぽい。ありがとうございました。すいません、すいません、すいません、またね。はい、あの、すいません、はい、お座りください、はい、座ってんずっと。あの、他のお客さん迷惑です。誰もおらんねん。講義中なんで静かにしてください。静かにしてください。本日ご来店いただきました。ご来店って言ってるやん。店みたいになってる。ありがとうございます。ありがとうございます。ちゃうねん。すいません、関さん。はい。お前、関さんちゃって。むちゃくちゃやな、プレゼンテーション。すいません、決めずにお願いします。はい。信じるか信じないかあなた次第です。もうええわ、お前。ありがとうございました。あ、すいません。まだです。まだです。まだです。すいません。すいません。まだです。最後に、最後に。最後です。すいません。最後なんで。まだありますので。全部出たやん。最後結論。